赤コーナーより桜間和志選手の入場です。セミファイナル20分一本勝負を行います。アコーナー182センチ93キロ山本健一、アガコーナー180センチ94キロ桜間和志、レフリー和田良学、サウラブリー足立拓海。アクション、アクション。どこどこ。ロマンチ。はい、どこどこ。赤マイナス1点。
アクション。続行します。なんとなく山本の攻撃が分かってたんですけど、でもあのタックル入ってくる、多分 100% じゃなくても 90% ぐらい入ってくるなとは感じたんですけど、最初はちょっと反応できなかった。綺麗には入らなかったですね。ああ、はい、あれはもう来るなと分かってたんで、後半はもうがっちり切っていこうと思って構えてたんで切れたんですけど、最初スリーパーすっぽり入った時はちょっとショックですね。あれ最初取られたっていうのは。なんで今日はペース的には桜庭選手のペースには、はい、最終的にはそれ以外ははい、やっぱ2つ2回あれ2回でしたっけ、3回でしたっけ、あの取られたの。はい、トライトン最初にスリーパー取られて、あと嬉しい嬉しい、はい、2回取られたっていうのがちょっと悔しいですけど、やっぱり成長、それを、はい、ゼロに抑えたかったんですけどね、やっぱり成長してるんじゃないですか。